こんにちは、トコチャンネルです。今日はバック型ジャバラファイルの続きをしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。前回ね、中身のジャバラ部分、こちらの部分をね、まで作りました。続きまして、蜂の巣ジャバラを作っていきたいと思います。もうね、一応サンプルじゃないけど、途中まで作ってあるんです。まあ、蜂の巣ジャバラって何って言われるといけないんでね、まあ。皆さん多分知ってると思うんですけど、こういう感じの、蜂の巣、蜂の巣みたいに乗るから、蜂の巣ジャバラって言われてます。でね、ポケット自体がね、結構ちっちゃいんで、あんまり深く作ると、取れない。取れなくなる。で、私はね、両端に、この広いポケットをつけようと思って、スタンバってるんですけど、まあ、蜂の巣ジャバラ作り方知らないよっていう人のためにね、両端に広いのね、つけとこうと思って。で、これをね、知らないよっていう人のために、作っていきたいと思います。みんな知ってるよね。サイズはね、16.5 と、7センチになるように14センチで、やります。で、これ半分に折りますと。半分に折りますってなるもん。最近目がね、目が見えなくなってきちゃって。結構、髪の毛チラチラ見えてるね。もっと手前持ってきていい持ってきていい見てこれもかな。よいしょ。よいしょほい。で、私はね、もう、簡単に作ってるんですけど、まあ、一応5ミリでね。で、多分センチで測って印つける人もいると思うんだけど、私めんどくさいんで、まずね、半分に折らないでよ。下と上に印つけます。こんな感じで。まあ、ほとんど折ってるって言われてそうなんだけど。で、この4分の1に、よいしょ。4分の1になるところに、印つけます。他の人どう作ってるか知らないんですけどね。私はこうやって作ってます。測るのも嫌いって、めんどくさいこと嫌いなんでね。で、こっちもね、4分の、ずれてた。4分の1のところね。ピシッと折らないんですよ。上と下だけつまんで、つまんでももう折ったぐらいね、印はつくんですけど。で、開いて、で、まずね、真ん中。まず真ん中。この真ん中、印つけたところね。こっから、印つけた真ん中のところまで貼りますと。よいしょ。で、もちろんね、両端もくっつけるんで、両端も貼っておきます。勢いも足りすぎた。こっちもね、両端も貼っておきます。いいよ、いいよ、と。ああ、くっつけてる、くっつけてる。よいしょ。まあいいや。そしたらね、しっかりね、しっかりつけて、で、まずは真ん中。真ん中も剥がしちゃいます。で、折り曲げます。くっつけます。で、真ん中ね、こうくっついてる状態。で、この両端ね。両端もね、こうやってくっつけちゃえば、くっつくんで。ね、ここだけ見てると、この4分の1っていうか、この、ね、細かく折ったここはどうなるのって思うよね。で、ここまでやったら、私どこに針を貼ろうとしてるんだ？きっとこう。違うな。
ちに貼りたいで。ね、ここややこしいんだけど、こっち両目に走って、どっちかの端両目に貼らなきゃいけないよね。こっち貼ってないから、ここ両目貼るわ。これで、まあ通常はね、片面だけ貼ればいいの。今この4分の1のとこにね、4分の1、4分の1ってのここ折り曲げたここね、ここに貼りますと。よいしょ。こっちもね、印つけたところに、ん？ここね、一瞬見えんかった。貼りますと。これをね、いくつも作って、ここにね、まあもうこのまま、それ普通はこうやって作って、これをね、同じ向きに、こう、次こう、次こうと、やっていけば、くっつくんです。うん、そうだね。なので、ちょっと試しにね、くっつけてみましょう。これもね、上を揃えたいんで、よいしょ、こんな感じ？よいしょ。そしたら、取って。あ、折ってきた。よいしょ。まあね、皆さん知ってるとは思うんですけどね。知らない人が見てたらね、うっと思えるよね。よいしょ、よいしょ、よいしょ。で、くっつけると。ね。よいしょ。そうすると、また一つね、この、蜂の巣さんが。要は、今作った袋は、この二つのポケットになってる。この二つのポケットになってて、その前に作った袋はこの二つのポケットで、このね、この四分の一のところに両面テープつけたことによって、この真ん中の。で、ここ真ん中で見えると思うけど、そこ抜けてるの。ここね。で、でも、なんていうの、蛇腹って下がバカッと開いてたら、これ、スコーンって抜けるけど、これ下につけるから、基本下に受けがあるから、抜けないから、ここもポケットに全部ね、こうやって抜け、開いてるんだけど、真ん中は。使えるの。で、抜けるような使い方をされる方は、ここに縦にね、2本貼った時に、下にも両面テープ貼っといたら、こうやって開かずに、ここも閉じた形で使えます。じゃあ、あとこれをね、くっつけたいんで、こっちにもちょっと両面テープ貼っときます。あ、びっくりした。もうずれて、もうちょっと斜めってしもたやん、今。ずれたせいで、まあ、いいか。細かいことは気にするな。ちょっと斜めかな。で、何もしないんやって言われた。よいしょ。今回はね、いろいろ飾り付けまで全部取ろっかなと思ってるんで、今から、もうね、今に、23時になった。みんな、みんなって言っても私だけだけどね、起きて頑張るわ。全部できるまでね。明日はもう、爪の日にしたい。爪の日にしたい。いい加減。これできないと、爪ができないけど。爪もさ、そのね、袋買ってきたから、それにも入れるんだけど、一応自分でも作りたいから、そういうのをね、考えるとね。ということで、私、両端にね、大きなポケットで、真ん中だけね、蜂の巣になるようにしてます。これね、なんでかっていうとね、ここにって、よいしょ。このね、板にね、これつけちゃったときに、なんていうの？あれ？ここか。つけちゃったときに、この蜂の巣から始まると、結構ここが使いづらいのよ。なんで、両脇にこれつけたら、蜂の巣全部使えるんじゃないと思って。
使えるんじゃないと思って、そんな言い方すんの。で、今度これをね、ここに、これも下合わせて貼っていきたいと思います。いいよね。いいよね。うん。これ邪魔。邪魔じゃないんやけど、これで撮りたいなと思って。よいしょ。ちょっとね、ちょろんとね、ちょろんと曲げといて、下だけね、下だけ合わせて、下だけとか横、横やわね、下もまあまあ、ええとして、よいしょ。よいしょ。で、よいしょ。よいしょ。よいしょ。ちょっとゴミが入らなくなっちゃった。そしたら、貼り付けたことね、しっかり押さえてあげて、そうするとね、全部で、全部で、こんな感じの蛇腹になります。はい。で、これを、ここに、貼り付けていきます。もうね、下、幅3センチ取ってるから、もう下にペタンってくっつく形で貼っていきたいと思います。なので、上の、この辺、ちょろりんって出しといて、で、ここね、曲げてね、合うようなところ、ちゃんと入っとるよねって。で、ちょっとだけ気持ち持ち上げて、左右の幅いいねっていうのを見て、いいねと思ったらこれをくっつけてあげて、よいしょ。というふうにね、貼ります。よいしょ。よいしょよいしょ。ついてやった方がいいな。やりにくいから。でね、裏にまだ貼ってあるのがあるんで、これに外してきます。よいしょ。どこに置いとんのって感じやね。よいしょ。よいしょ。ああ。ゴミが。で、あとは、そーっとね、置いて、押さえて。で、よいしょ。ここは、持ってやった方がいいかな。とするとね、こういうね、蛇腹さんをね、あと今度前につけるんですが、前はもう、ここがね、7センチ同士なんで、ここにぴったりくっつけばいいんで、もう、下どうのこうのって、これね、ゆっくりやってられないんで全部外します。もうこれはぶっつけ本番で。よいしょ。よいしょ。よいしょ。これね、持ち上げて、この子も持ち上げて、よいしょ。で、まあ、この辺塊で持ってきた方がやりやすいかな。で、幅をね、幅をおかしくない、高さもおかしくない、幅もおかしくないっていう位置をね、見つけて、よいしょ。出てないね。そしたらこう押さえてあげると、くっつきます。そしたらもうあとはね、押さえてあげれば、するとね、こういう蛇腹の出来上がりになります。ベシッと止めます。はい。14分か。何が14分かって言うと、ここからどうしようかなと思って、ちょっとね。待って。違う。
落ちてくれないんだよね、これね。引っかかってんのかな。いいや。そしたらここにデコレーションしていきたいと思います。ちょきちょきしてある。熊に熊。レースを背景に。どうでしょう。この辺熊に熊。熊に熊。ちゅうことで。えい。よいしょ。熊に熊。この辺よいしょ。熊に熊。何を言ったんだ、ずっと。熊に熊って。ああ、ちゃんとついてないね。この辺はどう？あ、これもちゃんとついてない。あ、めくれた、めくれた。としたら、ちょっと下気味に行こうか。この辺。熊ちゃんがおんで、あんまり円形の中に入れたくないよね。この辺にしよっかな。この辺、この辺。この辺やな。この辺にしよっかと思います。思います、ね、いきなり貼る。いきなり貼る。こうやな。こうして貼った方がいいな。貼りました。で、で、よいしょ。ボンボンを、ボンボンを、こっから貼っていきたい。ちゅうことで、よいしょ。今度はね、これ、普通のやつ取れてくるんで、強力両面テープの5ミリ使っていきます。買ったの。買ったのって。これ、縁にね、いつものごとくね、シワをね、寄せさせながらいきますよ。よいしょ。まあ、そうかな。よいしょ。よいしょ。いつものごとくね、シワシワにしながらいきます。よいしょ。これはね、結構縁ギリギリに貼ってます。よいしょ。で、ここで、切る。切る。はい。そしたらちょっとね、しっかりつくように、押さえて、ここはね、多分剥がれてくると思うんだよね。よいしょ。簡単に剥がれん？剥がれていいです。ペラペラペラっと剥がして、そしたら、だよ。どっちが表なんやろね、これ。よくわからんのよね。あ、こっちやな。これこっちから貼っていこうか。よいしょ。いや、ちょっと待ってよ。ちょっと、いい匂いだ。回しながらつけていきます。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。はい、こっち来てください。よいしょ。よいしょ。ちょっと遠い、ちょっと遠い。ちょっと見にくい。見にくい。よいしょ。
辺やね。ん？ここ。ここで切る。中に使えすかもしれないね。ちょこっとでもね。で、これは、ほつれ止め液。まだね、ちょっとすぐにはくっつけれないの。これね、ちょっと固めやんと。こうしとくと、固まってくれるから、ポフポフしない。ポフポフしない。ちょっとつけるの後回しにして、で、次が、もう準備してある。もう準備してある。よいしょ。これをね、つけたいなと思ったんだけど、これや、こうやって、この辺の形みたいに山にこうなってたん、ちょきちょき切ってね、揃えてんけど、これをつけたいから、カムーン。まあね、頑張ってコミュニケーションで疲れたでね。自分で。よいしょ。で、これをちょっとカットマットに合わせて、どの辺ちょっと待って、うまいか。この辺やんな、きっとな。うん。あるってどうよ。よしよし。はい。そしたら、どっちが表？多分こっちが持てるような気がするな。うん、そうやな。うん。これ端に切りに行くかな。ちょっとはみ出すかな。いいや。よし。よいしょ。こんな感じ。はい。乾いた。おもちゃの頭まで。ほんまほんまほんま。あ、まあいいや。また忘れてた。なんか。で、これはみ出してるのは、切ります。で、こっちもね。切ります。これも切れます。んで、目先にもこっちやってしまうね。そしたら、もう一丁、上から、貼ります。上からもう一丁貼ります。次はリボン。これを
しい。うん。ちょっと、炙る。おぉ。よし。炙ったから、ここに、ここにつけて、ここにつけて、一緒って言って、手をペッて離したらあかんよ、なんだしね。手を離したらあかんよ。よいしょ。よいしょ。よいしょ。はい、オッケー。すぐ手をペッて離すよ。私ね、火苦手なんか、めっちゃ。もっと言うと油が苦手。生まれてこの方、揚げ物で上手にできた料理は一品もない。結婚してた頃はね、旦那に揚げてもうとった。天ぷらチャレンジしたんやけど、衣がサクッと混ぜたやつ、粉で。若い頃ね。べちょべちょやった。なんか怖くてね、温度が開けりやんのよ、怖くて。で、で、孤独だち。取れないよ。取れた。全然か。この辺がいい。この辺がいいな。ちょっと、よいしょ、この辺がいいな。よいしょ。もんだ後でね。こう、くっついてくれないのね、なかなか。こうやね。どんな声出しとんねん。こんな感じ。どうでしゃろ。あ、ちょっとずれ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 。くまちゃんの。よいしょ。よいしょ。木が甘いね。こういう時はやっぱり布用を使おうかって感じやんね。この子の方がね、強烈やでね。よいしょ。あー、ゴミ箱がひっくり返ったよ。いっぱい落ちた。はい、落ちた。ね。よいしょ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 。この子にかかるよな。それは、それはいかんや。
よいしょ。山だよな。ここまでをしっかりくっつけて。んで。よいしょ。よし。しっかりくっついたかな？もうくっついたな。はい。こんな感じで。また他はね、続きまたしていきたいと思いますので、今回は一旦ここで終了したいと思います。最後までご視聴していただきありがとうございました。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。じゃあね、バイバイ。